はい、こんにちは占い評論家の岡田雄生ですで今回の動画で、えー、元旦から始まった <laughs> まもので、えーまあ、100本目の動画アップということになりますで。100本目ということでちょっと私のコレクションをアップしたいと思います。 まずですね、この「手相現象広くという本です。これはですね、あの色を見るタイプの手相の本の中では一番最高峰と言われている本です。ただ、ちょっとまあ色なんですが、このまあガリバンズリですから、この当時の技術ではその色をちゃんとね、映し出すことができなかったんですが、これが一応、その気色と言われまして、手相の二大奥義、1つは留年法、もう1つはえ気色、えー、まあ気持ちの色ですね、気色、えー、を見る。 という2つの奥義があるんですがそのうちのこう「気色を見る」のに最高峰と言われている本です。ちょっとこの本で足りないところは、えーまあ、あの並木清流先生の「極秘哲学術」を補うといいと思うんですがこれはあの中村文宗という器学で有名だった方が書いています。まあ、中村文宗と言いますとねあのまず第一に器学ですとかあと、まあ、熊崎剣王四天王の一人といって、まあ、あの生命判断の,、ね、あの,あの系統だったりとか あるいはこう何でも屋さんって悪口を言われるときもありますけれども、まあ、その方の本で、まあ、これは手相の業界では、気色を見るときのテキストとして知られてまして、私もあの何回か講座でこれをベースにして、ただ、ああ写真がありませんから、受講者の方の手相を拝見しながらね、えーあまあ、見ていったことが何回かありますけれども、えー、そういった本です。もしあの手,手の色でいろんなことを見たいなと思う方は参考にすると良いと思います。 はい、ということで、まあえー、今回は記念すべき100回目の動画アップということになりましたので、まあ、今後ともお付き合いください。えー、では、またアップいたします。